俺だ。そうそうエース登場。あ、裏エースが裏エース来た。じゃあエースの前に貼り付けたんだよ。よろしくお願いします。じゃあファイオーでいくよ。せーの、ファイオー。オーケー。やばい。行きますよ。3、2、1。もう一回行きましょうか。サッカーだってウォーキングフットボールだったりするんで。行きますよ。せーの、3、2、1。OK。こんばんは、マサです。これから餅つきをします。よろしくお願いします。はいはいはい、ママそんなんじゃつけないの、はい、あちょっとこれ持って、はい、いいや、はい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 、難しいよね、なんか難しい、難しい、力がよし、疲れたもん。よし、1個って何じゃん。可愛いね、可愛い。こんにちは、神田です。今新潟の選手スタッフの方が、まあ、今シーズン優勝するために、まあ、沖縄で厳しいキャンプを行っているわけなんですけども、まあ、今シーズンはやはり昨シーズンよりも今の新潟のサッカースタイル、戦術をどう進化、変化させていくのか、まあ、その辺がやはり優勝するために、まあ、大事なことになってくるんじゃないのかなと、まあ、神田は思うんですけども、まあ、その中で、まあ、新潟がどうね、変化、進化させていくのか、新潟のサッカースタイル、戦術をどう変化、進化させていくのかっていう部分を、あくまでもサッカー素人、神田目線で、神田の個人の見解で、今日はね、まあ、サッカーボードを使わずに、まあ、口頭で、まずはね、説明していこうかなと思います。まあ、あくまでも本当に、毎回毎回言いますけども、神田、の目線、神田個人の見解ですので、まあその辺はね、皆さん意見が違う方も多いと思いますが、誹謗中傷批判はご控えくださいということで、まあ例えば、新潟はポゼッションするボールを保持するチームなので、ゴールキーパーもしくはディフェンスラインからビルドアップ、ボールの出し、ボール出しのところですね、ボールをどう出して前線につなげていって攻撃をしていくかっていう部分なんですけども、
まあ、ここ最近の動画でビルドアップに関することは何本かお伝えしたと思いますけども、まあ、その動画を見てくださった方は、ある程度ご理解していただけたんじゃないのかなと思うんですけども、わかりやすくお伝えすると、同数プラス1での関係を作ってボールを持ち出していく。相手が2トップなら新潟の場合はセンターバックの2枚プラスゴールキーパーで臨むということを、まあ、昨シーズンから、まあ、今シーズンもおそらくその形は継続していくと思うんですよね。同数プラス1、まあ、神田は動画でよくプラス1ってお伝えしていたと思うんですけども、そのことですね。で、ゴールキーパーは常にフリーで、相手の2トップのどちらかがゴールキーパーに対してプレスをかけに来たら、必ず新潟のセンターバックのどちらかがフリーになり、そのフリーの選手がボールを持って前を向けば、相手は下がらざるを得ない状況になるということですね。相手がワントップやスリートップの場合は、開いた、まあ、スリーバックって言ったらいいんですかね。わかりやすく言うと、まあ、ツーセンターバックプラス、どちらかの、サイドバックが降りてきて、まあ、スリーバックを形成して対応していく。まあ、いずれもフリーのゴールキーパーが、プラス1、プラス1として数的有利を作る仕組みは同じです。まあ去年までは、まあこれはね、まあ昨シーズンまで新潟もしてきたことなので、まあ皆さんね、試合とか見ていて、そういった場面、そういったことをやっていたなと思い出される方もいると思うんですよね。こういう説明を聞くと、まあスペイン、ドイツなど、まあ、なぜボールを出せないのかが分かってくるんですよね。まあ、特に、まあ、バロセロナとか、そんな感じかな、最近は。スペイン、ドイツもよく3バックになって、まあ、バロセロナも3バックになっているんですけども、3人がこう開いてないんですよ。3人が開いてない。こう、狭いと言ったらいいのかな、距離感が狭い中で、ゴールキーパーへのバックパスはしません。相手のプレスを誘えないので、フリーマンが生まれないので、さらに悪いことに中盤からボランチの選手までがボールを触りに下がってきてしまうんですよね。ディフェンスラインまで。中盤のボランチの選手がなかなか縦パスが来ないから、ディフェンスラインに下がってくる。落ちてきてしまうんですよね。で、過剰な人数の選手がディフェンスラインの手前に落ちてきているので、お互いに味方の選手同士のスペースを潰し合っているのが、まあ、スペインだったり、ドイツだったり、まあ、最近のバロセロナも、そんな感じなのかなと思います。だからなかなかね、うまくボールを前に、出せない。持ち運べないっていう感じになっていると思います。プラス1ならばボールがスムーズに出ていける。新潟のやっているプラス1だったらスムーズにねボールを持ち運ぶことができるんですけども、プラス2プラス3を作ってしまうと、まあ、スペイン、ドイツ、バルセロナのサッカースタイルだとボールを持ち出せない、持ち運べないんですよね。ほんとさっき言ったように、ディフェンスラインに人が多すぎて、それプラス相手が来るんで、スペースがないんで、パスがつなげない。そして、パスカットされて、ショートカウンター食らって失点っていうのが、やっぱりここ最近、スペイン、ドイツなど、まあ、バルセロナも多いんじゃないのかなと思います。で、もし、相手が構えて、プレスに出てこないとなれば、どうすればいいのか。まあ、新潟がね、なかなか崩せない、相手が引いて待ち構えてくる、新潟がちょっと苦手な、苦手なって言ったらいいかな、どう打ち崩していいのかっていうね、ちょっと苦戦する、場合、相手が引いて構えた場合はどうしたらいいのか、まあ、昨シーズン本当にねこの戦いに新潟は
苦しめられたことが多いと思うんですよね。で、横パスを左右に振る、左右にパスをつないで振るだけの、まあ、スペイン、ドイツ、もしくはバルセロナのチームはどうしてもね、停滞してしまうんですよ。横パスを左右にね、振るだけ、つないでいく、サッカーをしていると、どうしてもチーム全体が停滞してしまう。まあ、新潟も言えると思うんですよね。引いて待ち構えてくる、チームに対して結構横パスって新潟もしていて、横パスをしながら、こうね、縦パスを差し込めるタイミングを狙っていたと思うんですけども、それだとね、やっぱりね、全体が停滞してしまうんですよね。そうなってくると、やっぱりね、ディフェンスラインからボランチに半ば強引に縦パスを入れて、ボランチの反転から1対1の打開に頼るしかなくなるんですよ。強引にボランチにつけて、ボランチが反転して前を向いて、そこから勝負っていう、まあ、ちょっと一か八かみたいな、そういった感じになってしまうんですよね。まあ、新潟で言えば、高選手、秋山選手、島田選手、星選手がこういったね、役割を担っていたと思うんですよね。で、今シーズンは、やっぱりそんな一か八かのね、ことをしてても、なかなかやっぱりね、勝ち点3を、奪えないと思いますので、ボランチの、単独の打開に、まあ、かけるというやり方に、まあ、頼らないっていうところが本当に大事になってくると神田は思うんですよね。なら新潟は今シーズンどうやってビルドアップ、どうやってボールの持ち出し、ボール出しをして前線にボールを運んでいくのかと言いますと、まあ、あくまでも神田個人の見解なんですけども、まずは2センターバックプラスどちらかのサイドバック1枚が残って3バックを形成していくことが大事だと思います。そして3バックが形成できたら、サイドバック、センターバック、もう1枚のセンターバックがしっかり開いてポジション、立ち位置を取ることが大事。そうなると相手が開いてこうね、プレスかけに来ると思うんですよね。そうなったら3バックプラスゴールキーパーの間でパスをつなぎながら相手を左右に振ってギャップが生まれやすいような感じにする。そうするとギャップが生まれたら必ずスペースができると思うんですよね。そのできたスペースに3バックの、まあ、サイドバックなのかセンターバックなのか、もう一枚のセンターバックなのか分かりませんけども、そこの3バックの誰かが1枚上がってできたスペースを使っていくっていうことが大事になってくると思います。3バックの誰かがくさびを受けて上がることで中盤の2列目でプラス1が形成できるということなんですよね。だから簡単に言いますと、3バックの後ろから上がってプラス1を作れというのが神田の考えです。まあ、ここはね、ちょっと今口頭で言ってもわからないと思いますので、まあ、これは明日以降ボードを使いながら、まあ、説明していきたいと思うんですけども、まあ、3バックの誰かが上がって、プラス1を作れっていうのが、まあ、神田のね考えなんですよね。ならスペイン、ドイツ、バルセロナのボール出しビルドアップと神田が先ほど伝えた、ビルドアップボール出し何が違うのか、神田が言ったことならば、引いた相手をうまく左右に振って、ボールをね、前線にうまく運び出せるのか、という部分なんですけども、それは、詰まるところ、リスクを犯す度合いの差にあると思うんですよね。スペイン、ドイツ、バルセロナは、このやり方、ポゼッションの方が、はるかに今やってるサッカーは、リスクを負ってないからなんですよね。3バックが開いて1対1で対応し、ゴールキーパーもパス回しに参加するのであれば、相手チームからすれば、奪えば即ゴールを奪えるという考えで、プレスに出てくると思うんですよね。つまり、相手の鼻面に人参をぶら下げて、
プレースを誘っているのが、まあ、神田がね、言った先ほどの、まあ、やり方、ビルドアップの仕方なんですけども、まあ、スペイン、ドイツの監督、そして、バルセロナのシャビ監督は、用心深い性格なのか、全くリスクを負わないんですよ。特に、ゴールキーパーへのバックパスを、とにかく嫌います。結果、チームがいくら左右にボールを動かしても、相手はついてこず、スペースもギャップも生まれず、ボールは一向に前に出ていかないんですよね。チームがずーっと自陣で停滞しているサッカーになっているんですよね。まあ、今シーズンの新潟は、いかに相手をおびき出して、プラス1、プラス1を作って、ボールを前進する、ボールを出すことができるかがめちゃめちゃ大事になってくると思います。そして、引いた相手を崩せるようになってくると思うんです。そうすることによって、引いた相手を崩せる。なぜなら、相手のプレスをかわすことで、相手の守備を減らすことができる。イコール、新潟がプラス1、プラス1を作ることができる。だから、つまり、プラス1でボールを出して、プラス1で前進するということは、引いた相手の守備を剥がしていくということになると思うんですよね。あくまでも神田の考えでは。この引きつけてからのパスを出すということを、どれだけ新潟が徹底していけるかどうかが大事だと思います。この戦術、ボール出しで大事なことが、簡単、安全にはバックパスを出さないということです。わざとテンポを遅らせて、奪えると思わせ、プレスを誘ってからパスを出すということがめちゃくちゃ大事。余計なタッチを入れたり、緩くドリブルをして、意図的に球離れを悪くすることが、プレスを引き出す人参になるんですよね。新潟のバックパスをわざとね、誘発することで相手が深追いしてくれば、新潟はフリーマンプラスワンの状況が生まれる。華麗にワンタッチ、ツータッチでボールを回していても引きつけることができない状況があると思うんですよ。特に引いた相手に対しては、プレスを前にするとワンタッチでプレーしたい衝動に、まあ、駆られる場合があると思うんですけども、プレスが激しい場合、ワンタッチでは必ずミスが出る。プレスの下でボールを離さない勇気を持つことが大事になってくると思います。ボールを動かして、隠して、フェイント、フェイント、フェイントで仕掛けていくことが大事。その中で相手の強烈なプレスの中でボールを離さず縦パスを狙い続けることが本当に今シーズンめちゃくちゃ大事になってくると思います。これが新潟にとったら最高のプレス攻略法になるかもしれないんじゃないのかなと思うんですよね。ポゼッションサッカーではチームによるポゼッション、つまりパス回しばかり強調されるんですよね。単なるパス回しにはポゼッション率を上げる意味しかないのは事実です。崩して得点を取るためには、個によるポゼッションで相手を引きつけてから動いてパスコースを作る間を仲間に与えていくってことが大事です。つまり状況を変えてからパスを出せというのは、まあ今バルセロナの監督をやっているシャビ監督や、グラウディオラ監督、クロップ監督も言ってると思いますが、シャビ監督のバルセロナのチームだけは実践できてないと思うんですよ。あとはスペイン、ドイツのサッカーもなかなか苦戦してると思うんですよね。できてないと思うんですよね。今シーズン新潟が優勝するためには、松橋監督がやはり昨シーズンからやり続けている選手の個性に合わせたオーダーメイドの組み合わせがめちゃくちゃ大事になってくると思うんですよね。まあ、例えばボランチのコウ選手が FC 東京に移籍してしまいましたが、
皆様の中ではいわきから新加入した宮本選手がその代わりになると思う方は多いと思うんですよね。ですけど神田は特徴が全く異なる秋山選手がその後継者になってもいいんじゃないのかなと思うんですよね。高選手は1対1の勝率が高く単独で守備できる選手、秋山選手は当たられる前にボールを動かしてかわしていくタイプで、当たりはフィジカルの部分では決して弱い方ではないと思うんですけども、まあ、守備が得意な選手ではありません。ですけど秋山選手ならボール保持能力を上げて前へのプレスを強化し、敵陣での時間を長くするチームへと変身させることができるんじゃないのかなと神田は思います。攻守バランスを向上させることができるタイプの選手、それが秋山選手だと神田は思うんですよね。あくまでも神田の考えですけども、より良い攻撃でより良い守備を実現するということを今シーズンの新潟はぜひとも成し遂げてほしいなと思います。ただ前に行けといつも指示を出しても不安があれば選手は前に行かないと思うんですよね。不安があれば指示に従えず、最終的に選手からの指示信頼を失ってしまう。選手の内面を理解した上で指示をするようにしないといけないなと神田は常日頃、心がけているんですけども、それは松橋監督の中にこういった信念は必ずあると思うんですよね。ポゼッションサッカー、ポゼッションスタイルを貫いていく中で、ボールロストした後の激しいプレスによるボール奪回は大原則ですけども、常に絶対ではないと思います。ユース時代で培った多くの経験、そして戦術的引き出しの数多くで松橋監督が今シーズン、どのような形で選手のマネージメントをしながら立ち上がっていくのか、その幅をより一層、昨シーズンよりもより一層広げていくことで、新潟は優勝を目指せていけるんじゃないのかなと神田は思います。あくまでも、今日分かりづらかったと思いますけども、これはね、神田が考えていることの、戦術ビルドアップ、ボールの持ち運び、ボール出しの部分なので、これをやってくださいとかいうわけでもなく、こういったことを、松橋監督スタッフの方が常日頃考えているんじゃないのかなと、あくまでも神田が世界のサッカーを見ていて感じたことを今日はね、お伝えさせていただきましたので、松橋監督スタッフの方もやっぱりね、世界のサッカー見てると思いますので、研修受けたり講習受けたり、神田と同様なもっとレベルの高いものをね、受講されていると思いますので、そういったことを、今ね、キャンプの中で選手にしっかり落とし込んでやっているんじゃないのかなと思います。本日もね、19時45分から、日程がね、今日決まりますので、日程の話中心になってくると思いますけども、またね、こういった戦術トークとかできて、皆様と熱いサッカー談義が、スナック神田でできたらいいなと思います。本日は本当に長い動画になりましたけども、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。お待たせしました、神田さん、お願いします。確かに2着いただきました。これを着てアルビの応援に行きたいと思います。ありがとうございます。今曽我さんのお宅に来まして、曽我さんに神田さん T シャツお届けに来ました。あ、よろしくお願いします。はい、神田さん届きましたよ。マサさん、ご苦労様です。あ、どうもありがとうございます。はい、これ着て、はい、今季、はい、みんなで買っていきましょう。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またいろいろまた会が催してますんで、はい、またよろしくお願いします。はい、またお会いしましょう。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。はい。